もともとパーソナリティって、あの5大要素ってのがあるんだけど、はい、その中の例えばニューローティシズム、神経症的傾向ってのがあって、これが例えば高い人っていろいろ悩んで迷ったりしちゃうから、うん、ちなみに俺堀江さんってね、実はねニューローティシズム比較的高い方なんじゃないかって思うこともあった、はい、過去に、ちょっといろいろ考える時もあるんだよね。何をですか。神経症的傾向ってなんかいろいろ将来こうなっちゃうにくよくよ考 え, あでも考えないようなメソッドを作ってます。そうなんだよね。ってことはみんな堀江さんを研究するともともと弱い人でも強くなれる方法が分かるかもしれない。あだから忙しくするとかね。なるほど。例えば俺だからすごい堀江さんってなんかすごくナイーブな堀江さんを感じる瞬間があるのよ、はい、これなんか最強設定になってるんだけど、どう感じることない。もう1年半やってたさ、あのいろんな人と話すのすごい好きだし、絶対予定もめっちゃ入れるしみたいな感じで。空白恐怖症みたいな、はい、空白は絶対作らないです、ね、あなんかご飯を絶対誰かと食べるっておっしゃってます。そう、あと瞑想したくないですよ。どういうことですか。瞑想とかしたくないんですよ。瞑想って迷うってこと。違う瞑想っていうのはなんかメディテーション。メディテーションはしたくないの。したくない。なんで。いやだってメディテーションって余計なこといっぱい考えちゃうじゃないですか。やっぱり、いやだからこれ絶対この堀江さん流のセルフケアっていうか、堀江さんの元々迷いがちな人がいかに強くなったかっていうケースとして堀江さんはもっと研究されるべきだと思ってる、うん、多分そういう要素があるからこうみんなが注目するっていうところもあるような気がする。だから目離せなくなる。与えられた環境で一番最大に楽しめることをすればいいだけの話じゃない。外的な状態がどうであれ、俺は今この場にいてこの条件しかないわけだから、その条件になったことを憂いてもしょうがないじゃん。今自分が与えられてる環境はこれなんだから、この与えられてる環境の中で最大限自分が楽しむにはどうしたらいいのか考えるだけだから、そうなった理由とかそうなったことに対してのなんか後悔とかしたところで良くは絶対ならないから。良くなるんだったら別だよ。過去起きたいろいろなことが原因で今の自分があるのかもしれないけど、だからといって過去を変えるわけにはいかないから、過去のことなんかさっさと忘れて今自分がじゃあ刑務所の中にいて時間めっちゃあるから本読もうって、本読めるチャンスだな、外いたら忙しいから読めないなって思って本読めるチャンスだと思うとめちゃくちゃ前向きな気分になれるじゃない。ダイエットしながら本を1000冊も読めるって幸せじゃんって思うと結構楽しいんだよね。今与えられた環境で自分が今できるすごく最大限のこと